5月の鍵は年中出荷できるし、今の鍵はミールサイクルだしね。直販でやるっていうことは目に消費者の人に目に見えるような形で伝えたいし、販売していきたいですね。震災後にたまたま残っていた宇治を買い取って、それでみんなに来てもらおうっていう。ここに来れば人間の輪もできるし、つながっていくことが一番復興の近道かもしれない。この震災で一旦ダメだったこの三陸の漁業が、いかにどういう復興を成し遂げるかによって日本が変わっていくと思う。これで変えられなかった日本は終わりだね。震災、この震災によって俺も変わったんだけどね。人間変わればそう変われるから簡単に。5月の鍵は年中出荷できるし、今の鍵は実入り最高だしね。それで5月ってここの湾内は海底から山の栄養分である水が湧き出てるんで、まあ、水が湧き出てるから栄養分たっぷりなんですよ。伏流水が出てるから。大きい川もないからノロウイルスとかも出にくいし、あと湾になってるんで解毒にもなりにくいっていうんで、そういうのも影響してるとは思うんですけどね。5月はもう養殖業者のメンバーはそれぞれね頑張って再生に向かって今みんな物入ったし、あと出荷を待つのみで、まあ大月自体はこれから出荷体制作ってって、うん、どうあと見せて売るかね、売る方に関してはそうだし、あと大月がやることは体験漁業とか観光と水産業の面を、うん、表に出して、大きくね成長していくような会社にしなきゃいけないと思ってから、直販でやるっていうことは目に消費者の人に目に見えるような形で伝えたいし販売していきたいですね。そうすることによって消費者の方も生産者の顔を見れば安心するし、
生産者も消費者から直接声聞こえればそれが励みになっていいものを作るようになる。その相乗効果を狙っていかないといけないし、今までの流通経路では全くどこのもんだか分かんないものがごっちゃ混ぜになって出荷されるとか、そういうのもあったもんだから、それがはっきり分かるっていうのが一番いいと思いますね。すぐにできるもんでもないけど、まあこれは地道に見せていかなきゃないし、そうみんなにも見てもらえるようにすべきだし、そのためにね、いろいろこっちも考えてやってますからね。震災後にたまたま残っていた宇治を買い取って、そんでみんなに来てもらおうっていう買い取った宇治なんで、うん、こうやってね、いろりもあるからやっぱり都会にはないものが、ね、こっちにあるし、あとここに来ればに人間の輪もできるし、つながっていくことが一番復興の近道かもしれないから、うん、いろんな人ってもう本当に東京の方から毎週来てくれたりね、それであと手伝ってくれたり、あといろん俺たちではできない面を補ってくれたりで、うん、ジャンルはもう全てのジャンルの人たちが来てるから、まあこう漁師だと漁師しか分かんないんだけど、こういろんな人が来ることによって、うん、いろんな知識も得られるし勉強もできるし、そうすればそんで来た人はこっちの海の全然見たことないことが学べるし、まあそれも相乗効果でできてくれればとは思うんですけどね。まあいろんな人と会って話したり、こうやって教えるとか、あとこっちも教えられるとかって、まあ成長していく上でね、人間が成長する上では必ず必要なことだから、うん、こうやっていい、うん、みんなで一緒にそうやってあと復興していけばいいと思いますけどね。もうこっちには3月の去年の20日ぐらいから来てるんで、で伊藤さんとの付き合いは去年の6月ぐらいだったかな、あの伊藤さんが PTA 会長やってる岡中学校の支援をしてたので、おかげで知り合って、で漁業の会社を作るってことになって、自分もじゃあ一口乗ろうってことで、あのまあ出資してそれでやってるってことですね。まあ僕は伊藤さんと呼んでますけど、いやすごくあのこう田舎の人にしては開けた人で、全然知らない人を受け入れてくれてるわけですし、なんかこう変にこうハードルを設けない人なんで、それはありがたいですよね。でも僕はまあ普段東京で、今週の半分東京で、週の半分こっちなんですけど、東京で全然違う仕事してますけど、こっちで自然を相手にして仕事をしてると、こうなんか物事に対するこう感謝っていうんですか、食べるものもそうだし、まあ大げさな言い方すると毎日生きてることもありがたいなと思えるんで、なんかまあ最近農業に進む若者とかいるじゃないですか。で漁業の方にもこうあの進んでもらって、仲間を増やせたらなとは思います。自分のやれることを見つけるっていうよりかは、僕はやりたいことやってるって感じで、なんか午前中は行ければ一緒に海に行きますし、ですごい忙しい時期になれば夜中の2時から翌日の夕方とかまでずっと働き続ける作業もあるので、そういったものも積極的に参加して、でそういう中で自分が、まあ、やらなければならない事務作業とかは自分の時間でやる。でも本当に自分はこの漁業のことを、その現場のことを知りたいので、現場のことに積極的に関わるということですね。養殖漁業者もかなり減ったから、そんで若手の連中が次々来てもらえるようにね、魅力的な町づくりすれば戻ってくる人もいるだろうし、
それに新しく漁業をやりたいって人がいれば来てもらえれば教えるし、そういうことによってね、漁業者が増やさなきゃいけないから、漁業者を増やしてこの小和津っていう町の生産物を今度ブランド化していけばいいんで、まあ10年後にはそのあと日本の漁村が抱えている問題の解決できるようなモデルケースにしていけば一番いいと思います、ね。教えてることっていうか、仕事の段取りはそういうのは教えるけど、あとは見て覚える、感じて覚えてもらわなきゃいけないから、いくらくじで言っても分かんないものはね、全然分かんないところに来てんだから分かんないと思うし、見ながら覚えていくっていうか、それが一番だよね。それくらい意識が高くないと覚えないから、怒って教えだって覚えるもんじゃないし、聞いたからだって覚えるわけ、自分で見てそんで苦労して覚えたものは絶対忘れないから、それが一番大事だ。この大松町の自然の恵みとかそういうのも伝えなきゃないし、あとそれが魅力に変わる、伝えることによってこの都会にはない魅力っていうのが必ずあるから、それ を感じてもらえればいいし、あと浜で取れたものがどんなに美味しいものなのか知ってもらえれば、それだけでもいいと思うんですね。そんでその鮮度っていかに大事かが分かればね、そうすることによってこっちでもいいもの作って販売できるし、その来て見てもらえば、あとその見た人たちは、あ、ここでこういうふうに作ってんだって分かることによってね、食べ方も変わってくるだろうし、今までは儲かんなかったのは、だから流通経路が複雑でいろんなね業種が絡まってきて、だから儲かんなかった。そんでどっかが儲けてたか、どこも儲けてなかったわけさ、でもそれが直接になったり、あとあの世界の水産業を見ると右肩上がりでもう成長してんのね、売上高とか、それなのに日本だけ下がってるからずっと疲弊してきてるからね、それは日本のやり方がまずいんで、それを変えてあげないといけないから、その変えるにはやっぱり漁業者が立ち上がるぐらいね、学者の人が言ったって分かんないだろうし、国がやろうとしないし、やっぱこういう下から立ち上がっていかないと、そんでいいケースを見せてあげねえと、日本の水産業の復興もねえし、まあこの震災によって得たものってのは結構あるけど、やっぱこの震災で一旦ダメになったこの三陸の漁業が、あの将来の日本の水産業の形作りに関係してくると思うから、いかにどういう復興を成し遂げるかによって日本が変わってくると思うね。まあ何に悪いっつったら、今までやってきたことがねまずいんで、まずいの分かりながらそれを誰も変えられなかったっていうのは、まあこの震災で変えられるだろうかなってんで動いてはいるけど、これで変えられなかった日本は終わりだね。水産業終戦前は、戦前はあの網元制度ってあったのね、この浜で網元が一人全部ぎゅうじゅうってやってたとか、だからその終戦によってその網元制度から漁民を解放して、あの組合っつのを作ったんだけど、今度はその組合がその網元みたいになって、
自分たちの利益だけ言おうと、うん、してきてる面があるから、今度は震災、この震災によってその組合制度から漁民を解放してあげなきゃいけないし、その、 あの漁協にしろ農協にしろ大きくなるとどうしてもね、うん、利権絡みになってくるから、そっち守ろうとするから、まあ人間の欲望が強すぎからだろうけど、それじゃあダメだ。世話になってっからくらいだから、その世話ってどういう世話って、あの全部給料とかもらってたのって一切ないでしょ。実際大したことないねん。だからそういう人は子供なんだから、なんでなんでなんでで疑問符で攻撃してれば反対に答えられなくなった。それが虚像だって分からせればいいんだけど、ただ単なる虚像に怯えてるだけだから、人間って虚像に怯えやすいからね。だから虚像に怯えてるだけで、実際はねこんなちっこいもんだし。だってもともと人間生きるのもさ、死ぬもの自己責任じゃん。だったら商売も自己責任でやればいいだけど、その依存しようって気持ちがあるから、だからそこまでこの、うん、まあこの震災によって俺も変わったんだけどね、人間変わればそう変われるから簡単に。だから、ね、誰のためにも入れるわけじゃないし、自分のために入れるんだから、普通にかああいったね家族で暮らしてるっていうのもあるけど、遊びたいし遊びにも行かないし、もうずっとこっちでやる、うん、集中してやってる。でも迷いはあるよ、迷い悩み結構あるけど、まあ悩んでも解決するには動くしかないし、何でもやるしかない、うん、でも動けば人が来るからね、反対に待ってたら人がどうはつながんないから、やっぱ被災してすぐ俺もほら支援物資の運搬だなんだって思い出し、それは何でかって言ってやっぱ人脈ずるいだし、人と人つながるためだから、まあ金がなくなったから人脈が一番大事だと思ってるから、まあそれによって失うものもあったけどね、うん、家族をないがしろにしてたからね、俺はこっち、女房子供は仙台とかってなってるけど、まあいずれわかるでしょ、成功すればわかるとは思うけど、作文というのはご存知の方の地域医療とかですね、あるいは若槻としかつという名前とか、まあ、その世界が知られた病院で、5000人超える方々が住んでいるところに医療機関がないというのは、まあ、普通に考えると
まあ、ありえないというと変ですけども、ちょっと常識から外れていて、受診されない方、あるいは受診する必要を感じてない方、受診あるいはする足がない方、そういった方々こそが最大大きな課題だと思ってますので、もともとこの地域の課題はやっぱり在宅医療あるいは在宅ケアというか、そういう医療と介護福祉の連携とかがあまり充実していたわけではないように聞いておりますので、そこをですね、底上げできるような活動に取り組みたいなというふうに思っております。佐久病院では計19年間仕事してきましたけども、ま、佐久病院というのはご存知の方、ま、地域医療とかですね、あるいは若槻俊和という名前とともに、ま、その世界が知られた病院です。私自身も、ま、そういうのに惹かれて、学生時代にいろんなところを回っている中で、ま、日本の医療の、ま、固い言い方をすると医療の民主化というような言い方ですが、まあ、平たく言うと患者医療は国民のもの、患者さんのものだというような、そういうようなことをやってきた多くの先生方、特に出入りしている中で、あるいはそういう、そうですね、社会的僻地、精神医療だとか障害を持った医療方の医療だとか国際保険とか、あるいは医学教育というのもそういうジャンルだったと思うんですけども、そういったようなところのパイオニアワークをやった先生方なんかを出入りしている中で、まあ、佐久若槻先生というのは一つの源流みたいな意味合いを持っているかなと、日本の今言った医療の民主化運動の最初に切り開いた人だということを自分でそういうふうに認識しまして、そこで学びたいという思いで佐久病院に就職し、その後一貫してですね、基本的には地域、佐久病院って今実は長野県で最大規模の病院なんですけれども、地域の現場でということで、主に今言われたように、川上村という村、あるいは小海町という、高齢化の進んだ町で、10年余り、農村の第一線の、診療所を中心とした、医療、医療だけではなくて保健、福祉、あと地域をどう守るかということにも多少かみたいと思ってそういう活動をしてきたということになります。農村部の課題は大きいですが、佐久病院、少なくとも若槻先生が目指した、佐久病院というのは、あるいはやろうとしたことというのは、医療を、通じて、地域を守るということだと、農村を守るということだというふうに認識してますので、それを実践したいということと、あとできればその地域の中でですね、そういうことを目指す若い人たちを育てたいという思いで今まで活動してきたということですね。はい。地域のニーズ、高齢化が進んでいる中で、これはその農村部だけではなくて日本全体がそうだと思いますが、医療が田舎に行くとですね、厳しいということは一般的に、最近特に医療崩壊なる言葉も使われたりしながら言われてはおりますが、医療が不足している、あるいは厳しい状況に置かれているだけではなくてですね、本来的には介護福祉、あるいはそれを支えるというか、そのベースにある生活そのものが非常に厳しい状況にあると、そういったことを何とかしたいと。ですから、特に高齢化が進んだ地域であるということと、社会的に非常に厳しい社会情勢があるということを2つ含めてですね、特に高齢者の介護問題を中心とした、福祉の問題を充実したいという思いでやってきました。医者ができることは限られておりますので、実際上は在宅というですね、訪問診療、お家に出向くという形の医療を積極的に行って、お家でできるだけ暮らせるというようなことを支援してきて、
また特にその中でも、まあ、お家で最後まで暮らせるという意味での、まあ、自宅での看取りという問題を積極的に進めてきたということがあったかと思います。もちろん診療所の医者としての、まあ、通常の業務である外来というですね、日常的に来られる患者さんの医療的な対応をしつつ、在宅医療、在宅ケア、さらにはそれを地域ケアに広げて介護施設とか、も含めてですね、全般的に介護福祉領域の、まあ、底上げを図りたいというふうが必要だというふうに認識して、そこの応援というかそういうことをしてきたというのが、ここ10年余りの活動だったかなというふうに思います。私が行く海西地区ではですね、仮設住宅の診療所ではあるわけですが、その領域は、まあ、今後、まあ、医師体制等が手厚くできていけばですね、できればそれはその石巻全体のそういったニーズに応えていくようにしたいというふうに考えております。つまり海西地区のプライマリーケア、プライマリーヘルスケアということを行うと同時に、近いうちにあるいは並行してですね、おそらく石巻全体の高齢化の問題、これはあの今までのいろんな情報を収集したり話聞くと、まあ、ちょっと外から行くものとしてはおがましい言い方なんですが、まあ、私が行ってきたあるいは佐久地域で実践してきた、あるいは長野県が実践してきた地域のニーズに基づいて結果的に保健医療福祉の連携が非常にスムーズにいくというようなことだ、かなりかけ離れていてですね、もともと病院と病院あるいはの連携、あるいは病院と診療所の連携、あるいは診療所と介護福祉関係の連携、こういったものがですね、もともとはあまり、良くはなかったように聞いておりますし、それは多分現実にはそういうことがあるのだろうと。限られた資源を有効に活用しないと東北の状況から非常に厳しいわけですので、特に医療、医師の確保とかですね、医療に関しては厳しいとすると、保健や介護福祉の領域で何とか支えていくような形に持っていくために、医療がそういった医療を目指したいなというふうに考えています。この間ちょっと人集めみたいなことを少しやりながら、今度は新しく診療所で働くスタッフ決まりましたので、その職員とちょっと打ち合わせをしたりとか、まあ、準備をしているというような形です。今まで私立病院で働いていた職員がこのまま診療所の職員になりますので、その彼ら彼女たちと今日も一緒に活動してたというようなところですね。はい、これは向こう側がですね、だいたい1キロから2キロぐらい離れたところ、川を渡ったところがですね、旧石巻の中心街 でそこから橋を渡って、ここが海西、ここは南境というんですけども、大きな運動公園、市の運動公園と、あと工業団地だというふうに聞いてますけど、工業用地と、あとこちら側が民有地と、造成された民有地があったと。で、非常に大きな、市が持っている土地があったということで、そこに大きな仮設ができたと。1800、合計で80ぐらいみたいですね。東北最大というふうに聞いてますが、基本的には今全部入居されているということに4月1日付でなっていて、今言ったように比較的旧市街に近いので結構人気があるところだそうです。ただ一方でご覧いただけば分かるように、そこに本当にラーメン屋さんがあって、八百屋さんがあるだけで、橋に
この住宅向けではない車の人向けのコンビニがあるだけで、それ以外の、まあ、医療機関はもちろんのこと他のお店というようなところも全くないと今言いました。だから最低2キロ離れて川の向こうに行かないとそういったものがないという状況ですね。医療機関も同じ状況で、最低2キロ以上離れているというような状況のようですけど、はい、医療へのアクセスのことはまあ考えられていないというか作る必要はないと。ただ一般的に言うと1900近い仮設で4600人ですか、あちらの方の住宅の方も実際は来ちゃうんじゃないかと思うので、5000人超える方々が住んでいるところに医療機関がないというのは、まあ、普通に考えるとまあ、ありえないというと変ですけども、ちょっと常識から外れていて、で私がここに必要なんじゃないかということで交渉してきたという経緯があります。まあ、それは結局的に作ってもらうということになったんですけどね。元チャチいものでも全然構わないと思ってたんですね。めてにどっちかっていうとここの診療所の中で勝負というか、まあ、来られる方には対応しなきゃいけないけど、ここの中の医療をどんどん充足させていけば物事がうまくいくとは思っていないので、むしろ、何度も言うように仮設の生活の中にこそ大きな課題があって、もちろん医療ができることは限られてはいるんですけども、まあ、保険や介護や生活支援みたいなところをやってる人たちと連携する中で、まあ、埋もれてる問題みたいなことに取り組みたいと思っているので、あんまり大きなものは期待はもともとしてなかったんですね。ただまあこれだけのものがあれば、まあ、住民の方もまあ期待して集まってきたり、まあいい、それをプラスの面に働かしてですね、まあ、他にも集会場みたいなところが作られてはいるんですけども、まあ、今言いましたようにそういった健康問題に関わっているような人たちが気楽に集まってくるようなイメージになっていくといいかなと。もちろん患者さんは来られるとは思うんですけどね、そういう拠点として、まあ、場所的には相当いい場所をに作っていただいたんではないかというふうに思ってますね。ここの状況にまずまだちょっと状況を全部把握しきってない。ただまあ看護師が地域、ま、仮設回ってたんで、かなりその看護師さんから情報とかは仕入れたりはしてますし、今まで活動してた保健師さんなんかともコミュニケーションを取るようにしてるので、まあ、ある程度想像ではありますけども、どういうことが課題なのかっていうのはまあぼんやりとは見えてるのかなと。ただまあ当面は来られる患者さんの診療をちゃんとやるってことは第一義的なニーズですので、まあ、それに応えながら、まあ、今言いました保健活動とか、さらに言うとまあ、介護予防とか、あるいは地域づくりみたいなコミュニティづくりとか、そういったことの活動が重要だと思いますので、私がそこに直に関わらない、まあ、できるわけではないんですけども、そういったことを頑張られている人たちの応援とか仲間になれればいいかなというふうに思ってますし、それはまあ佐久病院がまあ特に漱石黎明期の佐久病院がやってきたことだと思いますけどね、はい。やっぱりちゃんとしたところできれば安心で、今後も、私立病院が新しく立つまで先生にお世話になる予定ですとても当たりのいい先生で、今後、いやお世話になるのでいい先生だなと思いました、
どれぐらいの方が来るか、数ですね、どれぐらいの方がお越しになるのか全く想像がつかなくてですね、まあ、仮設には5000人近い方がいらっしゃるというのは、そのうちあのかかりつけというか、すでに他の医療機関かかっている方が大半だと思うので、そういった方がみんな来ていただくということを目的にはしていなくて、まあ、たくさん来られるとちょっと心配だなというふうに考えておりましたが、まあ、非常にたくさんの方がお越しになるというようなことがなくて、むしろまあちょっとほっとしているということがあります。というのは立ち上が最初なので、まあ、いろんな意味でですね、まあ、新患という新しい患者さんというのはたくさん来るといろんな意味で大変なので、そういう点で大混乱が起きなくて、まあ、とりあえずほっとしているというところですけど、基本的に震災を受けられた状況で来られている方々ですが、そこにはこちらから積極的には聞き出したりはしていないんですね。というのはそのことがマイナスに働く可能性もあるので、自らおっしゃられない限りはその被災の時の状況とかそういったことにはあまり触れないようにして今日は診察をしたと。やっぱり、まあ、不安とか、あとやることがなくなってしまったとか、まあ、お酒の方の問題っていうのは今日の診察でもまあ感じられたところで、まあ、もう少し深いところですね、非常に大きな喪失体験と言われるような、まあ、身内を失ったとか家財を失ったことの辛さとかですね、そういったことまでは、まあ、今日そういうことを自分からお話しされた方もいらっしゃいますけれども、まあ、まずそこまでこちらから立ち入っては聞いてはいないというところで、まあ、今後人間関係ができてくると、そういうようなお話を自らもされてくるかと思いますし、こちらもそれに基づいて、まあ、治療的な介入が必要な場合にはそういったお薬を使うとかですね、あるいはそのカウンセリング的なアプローチをするとか、そういったようなことが必要になってくるかなというふうに思いました。私は外来に来られる患者さんというのはもともとかなりこうご自身で表現できる方である、あるいはまあ病識というか問題意識をお持ちになられている方だと思ってますので、まあ、すでに医療機関に通院されている方、あるいは今日まあ逆に言うと最初に来られた方というのはある意味まあ、問題がはっきりしている、自覚されているということで、要注意な方ではないというふうに思っています。受診されない方、あるいは受診する必要を感じてない方、受診あるいはする足がない方、そういった方々こそが最大大きな課題だと思ってますので、こういう方のためにはやはり地域に出かけていく活動、あるいは地域で活動している保健師さんや、今まあこの地域では見守り隊と言われてますけども、一般の方に少しそういう、仮設の中をこうご用機じゃないですけど安否確認をしているような方々がいらっしゃいますが、そういう方との連携、あるいはさらにはボランティアでですね、いろんな活動されている方がたくさんいらっしゃいますので、そういった方々と連携しながら、まあそういった閉じこもりと言われているような社会性的な接触を失っている方、介入が困難とされている、そういった方をしっかりと関わっていく必要がいきたいなと思っています。でさらに、まあ診療を始めてみて、今言いましたように、まあ、外来というのはなかなか断るということはできない患者さんですので、まあ、外来数がどれぐらい来るかによりますが、もともとこの地域の課題はやっぱり在宅医療、あるいは在宅ケアというか、そういう医療と介護福祉の連携とかがあまり充実していたわけではないように聞いておりますので、そこをですね、まあ、少しおこがましい言い方ですが底上げできるような活動に取り組みたいなというふうに思っております。
山さんの猫もマスリを培養された一人ということで、力を入れてその炭が食いついて擦れていく、炭が持っている独特の牧色を出してくれる、まあ、地域の7割くらいですね、マス町7割くらいが津波によって被災してますんで、犠牲になった組合員さんが2名、そのうち1名は伝統工芸士ということで、まあ、未だ発見されてないという状況にありますけども、幾度かの津波被害がこの地域ありますので、それを乗り越えてきてる地域ですから、地道に今まで600年以上の歴史がありますから、歴史を閉ざせないようにしていくというのがこれからの課題になっていくかと思いますね。あの震災以来ですね、産地としての機能は全く停止した状態で、組合の中でも、津波によって犠牲になった組合員さんが2名、そのうち1名は伝統工芸士ということで、まあ、未だ発見されてないという状況にありますけども、地域全体が、まあ、地域の7割くらいですね、小松町7割くらいが津波によって被災してますんで、皆さんそれぞれの、避難地域に現在は生活しているという、そういう状況ですね。最初の1ヶ月半くらいは何をしていいかわからないというのが現状でしたね。で、まあ、無気力という形で何を言ってやっていいかわからないというのが実際の話だったんですが、ただそればっかりをずっと続けるわけにもいきませんし、ですからやれることからやっていくということで、少しずつ、まあ、地元に戻ってきて、まあ、当然通いにはなりますけども、時間がある時に来て作業をしていって、少しずつ硯を回収したりとか、まあ、次に進めるような何かをしてきたっていうのが今までの経過ですね。ここで作業しているのは、回収した、まあ、瓦礫の中から回収した硯を水洗いしたもので、選別をかけて使えるものとそうでないものとに分けてるんですね。で、使えるものにおいては、磨きをし直しをして、で黒く仕上げて、で商品として販売させていただいてるという。で、こちらに並んでる商品が全て瓦礫の中から回収した硯なんですね。まあ、実際使われてた硯も中には多分あると思うんですが、まあ、そういったものだと、もう一度きれいに磨き直しをしなくちゃないんで、で多分使ってたものっていうのはそんなに瓦礫の下にはないと思うんですね。全て、まあ、海の中に引きずり込まれたりとか、そういったこともあると思うんで、我々が回収したものについては倉庫の中に保管されてたもので、まあ、被災を受けてしまったもの、それを回収してますんで、本来であれば職人さん、まあ、業者ですね、それが全て行うことなんですが、で商品として出来上がってきたものを我々が販売させてもらうという、そういうスタイルだったんですけども、この震災を受けてからは産地機能が全く停止しましたんで、誰に作ってもらってどうしようかということができなくなったんですね。でそのままにもしておけませんので、我々事務局側含めて動けるものは全て、できるものはやっていくということで
まあ、すずりそのものはまだまだ掘れませんけども、それ以外の商品を作るということは我々でもできるんで、そこから始めていったという。でこの震災を受けてから、例えばあの電気が遮断されてれば電話も通じませんし、で当然明かりを灯すこともできない。で今の時代に広く反映されているパソコンもできないということで、あの文字を書くという部分でいくと、あの原点に戻っている形ですよね。ですから硯として、まあ、物を見た場合ですけども、初めて硯があって、まあ、墨を使って文字を書く準備ができるという、そういう部分を改めて知らされたという思いがしましたね。雄勝の硯は一般的に実用向けなんですよ。で、まあ、要は墨がきれいにすれる、でたっぷり墨が入る、まあ、海の深さが深いという。ですからあの文字を多く書かれる方については墨がたっぷり入った方が使い勝手のいい商品になってくるんで、そういった部分では喜ばれてるとは思いますね。力を入れずとも墨が食いついて擦れていく、で擦り上がったあの墨の色が墨が持っている独特の墨色を出してくれる、そういう、まあ、あの良質の吟味された石だけが使われている商品なんで、その部分ではあのよその産地さんには決して引けの取らない良質のものというふうには自負はしてますけどもね。ですからあんまりあの近代的になるのも、まあ、生活する面ではかなり助かる部分というのは数多くあると思うんですけども、ただこういった伝統工芸品に携わってるものとしての話でいくと、廃れ気味になってる商品が新たに見直されるんじゃないかなっていう感じはしますね。で今まで あってもなかなか使わない、まあ、硯とか炭ものがあるんだけども使える状況にないっていう状況下の中で、唯一使えるものが伝統工芸品、そういう部分ではかなりなくてはならないものなのかなっていうふうには感じさせられましたね。書道人口が増えて硯をそれぞれに使ってもらえるっていうのはあくまでも希望なんですけども、そればっかりは言っていられないというのが現状だと思うんですね。だから硯の産地としてはまあこの先ずっと続けていくっていうのも必要なんですけども、まあ書道されない方もかなりいますんで、まあ、その中で雄勝の石を使っていただけるという何かを作っていかなくちゃないと思うんですね。で今は雄勝の石を使った硯の石皿ということで、全国に向けて発信はしてるんですけども、それが長く続いていけるような形 で今やってるのはあの割と料亭とかそういうお店をやられてる方たちが割と多いんですけども、できれば一般家庭でも、まあ、何かのシーンで使ってもらえるようなそういったものも少しずつ広めていければ、硯も石皿も、まあ、雄勝石全体としてこの先もずっと使っていただけるんじゃないかなというふうには、まあ、そういうふうにしていきたいというふうには思ってますね。まあ、震災を受けて1年経ちましたんで、でそれから地道に少しずつ準備ができるものを準備して、一番最後に採石がやっと
できるようになったんですね。で、再設計ができるということは、あの震災後新たな石で商品が作れるということになってきましたんで、石は取れて材料の準備はできるんですが、それを商品として硯を掘っていく職人、それが今皆さん避難地域にそれぞれ生活してますから、少しでも早い時期に、まあ、戻ってきていただけるような環境整備っていうのも必要だと思いますし、で逆に高齢化している職人の中で後継者というのも大きな問題になってますから、今組合の中に若いのが何人かいますけども、それらを含めて、まあ、後継者育成とかで新たに人材を確保して、まあ、5年後10年後続けていけるような、まあ、それだけではなくて、あの今まで600年以上の歴史がありますから、その中でも幾度かの津波被害がこの地域ありますんで、それを乗り越えてきてる地域ですから、まあ、それと似たような形にはなってくると思いますけども、地道に長い歴史を閉ざせないようにしていくというのがこれからの課題になっていくかと思いますね。